ディーニュードロワット通称ドロワ、ひよちゃんである。桜花咲く新学期が来る前に生徒たち主催で行うダンスパーティ。ちょっと大きいかな。よいしょ、ちょっと邪魔だね。このぐらいか。この日は体育館に用意した華やかなステージで富士線パーイ自分が定めたデート、これ富士とセイウスカイの時のこの時のかな。これそんなきらびやかな舞台をあの時の私はまだ上から眺めるだけだったけど、でもあの日何、あの人が踊る姿に私の目は奪われた。おお、ちよちゃん。でもマルゼスキーが、あ、マルゼスキー実は踊ってたってこと？去年。すごい。ペアダンスは本来、二人で一つのものを作る芸術だ。一人が見せ場を担当するなら、もう一人はサポートに回るはず。うん、でもマルゼスキーはそうじゃなかったって？マルゼンさんとルドルフさんはどちらも主役だった。どちらかではなく二人ともから目が離せない。はい、強く美しく。その夜ここにいた全員が思ったはずだ。これこそが特別、憧れないでいられるものか。ディーニュードロワットでは当日最も目を引くダンスをしたペアにベストデートの称号が贈られることになっている。みんなからの拍手と称賛に包まれて代々受け継がれる冠をいただいたマルゼンさんたちのペアは誰よりも輝いて見えた。柵の向こう側から見ていただけなのに体から立ち上る熱気は冷めなくて、思った、あの人がいただいた冠を今度は私がベストデート賞を取りたい。あの二人のように特別な称号を、誰もが夢見る頂点を私のものに。なるほどね。されば君悲しい。オブングと一緒プラス3。あ、オブングと一緒、ありがとうございます。はい、お茶もありがとうございます。永久不滅は先ほどのジャンタマでもいただいてましたね。はい、ありがとうございます。ありがとう。感謝、感謝、感謝、感謝。ということで。あれから時はあっという間に過ぎて。はいはい。もう一人の主役、アルファ。イングレメンバーだね。相変わらずお強いですね、千代の王さん。アルダンさんこそ、デビューしてからは久々の二人きりの並走でなんだか緊張しちゃいました。レースでご一緒する機会もありませんし。せっかくなら八重野さんもいらっしゃればよかったですけど、今日はデート券をかけた小栗さんとの勝負とのことで。オブリと八重野で出ようとしたってことか。レートは泥輪のならば仕方ありませんね。タマちゃんとオブリじゃないの。まあでも身長的にはオブリと八重野とかの方がまあ身長バランスいいんだろうね。私たちにとって泥輪とは季節の区切りだけではなく、己の気持ちにも区切りをつける場所。大切な親友、宿敵、ずっとも目標とする憧れの君、いいパリ、その方たちをそれな自分のデートにできる得難き機会ですから。イエーイ。あ、手があんまり出ないですね。無二の思いで結ばれた馬娘同士が過ごせる特別な時間。そして八重野とバンブーがね、どうしてもこう一瞬、うん、どっちがどっちだっけなんだよな。たった一組のベストデートが選ばれる夜、思い出作りだけでは終われない。ベストデートの冠を欲するなら
マルゼンさんがルドルフさんと踊ったように。うん、お互いに主役の座を食らい合えるようなライバルのような相手の方が。で、アルダンさん、目が目線がアルダン。うん、千代の王さん。千代ちゃんが誘うの？あなたの手が空いているなら、うん、この手を取っていただけませんか？この手を、この手を。私、ドロワでベストデートを目指したいんです。だからデートには、私のライバルにお願いしたくて。おい、裏返ってますよ。ヒェー。まあ。まあ。まあ。ぜひ、お受けします。私も、あなたとなら。はあ、本当、本当の本当ですか？じゃあ。お熱いやりとり中、すみません。姉ちゃん。お二人は、ドロワにご参加。ということで良いですかね。え、姉ちゃんさん。姉ちゃんさんどういう立場なんだろうねこれ。はーい。ドロワ実行委員会の一人は。また委員会。ナイス姉ちゃんです。ナイス姉ちゃんです。衣装アンケートへのご協力お願いできます？ご存知の通り、うん、ドロワにはドレスコードがありまして、当日はキラキラーっと。おしゃれな格好でご参加いただくんですけど、姉ちゃんもキラキラな衣装を着ようよ、ね、姉ちゃんもキラキラになれるんだから。衣装は自分で用意するか委員会のを借りちゃうか二通りの方法が選べまして。目白ならなんかありそうだけど。千代さんたちは自前で用意します？目白なら自前ありそう。あ、そうですね。ドレスか。ここにおりますよ、お嬢さん。他の人と被らない自分の衣装があれば良いのですが。もうそうなのですね。承知しました。はい、であれば、ネイチャさん、私たちの分は不要です。目白だもんね。善は急げと申しますし、千代の王さん、準備を始めましょうか。体操から始めるって。お友人様、フィッティングしてみていかがでしょうか。仮縫いですのできつい場所があれば何なりと申し付けください。このリボンとかってでっかいリボンがなんか千代の王らしいよね。いえ、バッチリぴったりでございます。バッチリぴったりでございます。淡くも柔らかい薄紅色、うんうん、桜みたいだ。じっと寒さに耐え花開く。どんな困難にも負けない。桜ロールが出てきそうなセリフだな。というかそもそも良いのでしょうか。目白家の皆様に私のドレスまで作っていただくなんて。あなたは私のデート。もう力添えするのは当たり前のことです。あ、綺麗。アルダンさん、そのお衣装は？以前仕立てた塩ビ服です。今回のあなたのドレスのモチーフは桜なれば、私はそれを引き立てる雪になるべく白を選びました。白と目白の緑ってこと？桜に雪ですか？ええ、いかがでしょうか。美しいです。美しいです。こうして私はメジロアルダンさんとベストデートを目指すことになったのです。桜です。1話終わり？おお、これで1話終わりね。で、メジマックイーンと東海帝王。帝幕コンビ、ここに爆誕じゃなくて爆誕ではないな。登場。だいぶ息も合ってきましたね。本日の合わせはここまでにしましょうか。いかがでしたか？今回のダンスは。録画して確認ってやつか。アルダンさんはやはり素敵でした、うん、素
ステップも指先への意識もそれはお見事で。ちょっと千代ちゃんがちょっとダメってこと、それに引っかえ私はってなっちゃうかな。一方の私は平凡というか、その華やかさもなく、もっと頑張らないとって思いました。私は普通なんだから、もっとやらなきゃ上を目指せないぞって。某普通って言ってる街かね、タウンホイザーの方でもあるけどね、普通っていう人は大体普通じゃないんだよね。ではあなたのデートである私にもできる限りのお手伝いをさせてくださいませ。なぜ、こちらこそよろしくお願いします。頼もう、先輩方、頼もう、映像のご提供をお願いします。まあそう、ちょうど世代だもんね。こうして私はアルダンさんのクラスメートさんや寮の先輩方に過去のドロワの映像を借りることにしたのです。あ、先輩なんだっけ、一応これ設定的に。だって目指すのはベストデートショーですから。もうなんだかんだ言ってくれるって。平凡なら平凡なりに努力くらいはしなければ。当日は誰よりも目立つようにもっと研究を重ねて。私も同じ冠を。はい。前の資料を遡れば遡るほど、あの日のマルゼンさんたちのダンスがいかに優れているのかが克明に見えてきた。リード側を常に変えながら互いを支えずに大技を披露する。なのにバランスが崩れないのは双方の実力が一級品だからこそ。これまでの型にはまらない、普通とは全く違う、誰をも魅了するマルゼンさんの特別なダンス。あ、千代のおさん、調子はどうです？ドレスの件もいい感じに進んでます？はい。ネイチャさんはまた委員会のお仕事ですか？なんだろうね、ネイチャはここで、なんだろうね、ネイチャはなんか後押しするような立場なのかね。ちょっと全能度が。これで後押しする感じで、行くのかな。そんなところです。ところで、マックイーン見てません？委員会からの依頼があって。千代の王さん、前日発注した衣装が屋敷に届いたそうです。ですので、いかがでしょう、試着を兼ねて視察など。ペアダンスの練習にマックイーンも屋敷に来るらしくて。ここで手幕見せられちゃうのか。行きます。姉ちゃんもどうでしょう、マクイーンさんにお話があるんですよね。そうですね。ネイチャさんはね、言葉に甘えて屋敷に行くのでもちょっと、お、大丈夫ってなっちゃうんだけど。私急いで教室からカバンを持ってきます。10分後に校門で待ち合わせで。はーい。はーい。練習ならあの子もいるってことだよね。ていようかな。ていよう。千代の王さんたちってベストデートを狙っていらっしゃるんですか？はい。資料もたくさん集めているんですよ。当日どんなペアと戦うことになっても絶対に負けないようにって。戦うってそんなバトルじゃないんですから。大丈夫。ですが、そのくらい気を引き締めてまいりましょう。私たちのライバルですから。はい、アルダンさん。どんな相手が来ようとも私。でも帝幕はちょっとね、ビビるんじゃない？あんな完成度って。帝王さん、帝王さん、マックイーン来た。もう、パクパクですわ。マックイーン、気を抜かないでよ。君は僕についてこられるよね。当然です。次、行きますわよ。
もう一回出すぞ。まあそれじゃ帝王の王とマックイーン、クイーンだからね。まあ女王と王ということで、まあそういうの帝、まあ男女はやりやすいよね、こういう感じで。うんだって、うわすね。もはやプロじゃん。ほんと、やばすぎでしょ、マックイーンも。ちょっと姉ちゃんのセリフだったけど、別に姉ちゃんのセリフ読む前になんかうわって言っちゃったからね。まあ、姉ちゃんもそういう反応になるよね。帝王も。はい、帝王も。すごい。キレも。体の動かし方も私とは全然、この二人全然普通じゃない。まあ横に姉ちゃんさんいるから、これは姉ちゃんさんがナイスアシスタントっていう感じかね。アシストか、うん、もうくたくた、あの衣装窮屈すぎって、ありゃ姉ちゃん、うわ、なんでいるの？ああ、そのマックイーンにドロワ委員会からの連絡事項があって。ああ、もしやボランティアの希望者へのレッスンの日程が決まりましたのね。ちょうど千代ちゃんレッスン見てあげるって感じかな。じゃあレッスン、うん、もしかしてマックイーンさんは学園のみんなの指導役まで。いろんな方々のダンスは一通り映像で見てきたつもりだった。でも生の迫力は違って、想像を優に飛び越えちゃって、この二人に勝たなければベストデートにはなれない、うん、重くて黒い衝撃が私の背中を強く強く打ち抜いた。終わり？第2話が。もう千代ちゃん予想以上に曇るね。そういう意味で言うとアルダンはなんだかんだ言って、あの育成ストーリーからするとやっぱりガラスの靴だっけ、ちょっとガラスの靴っていいのかどうかちょっと覚えてないけど、まあ精神的にやっぱりタフってことかな、あっちの方が。千代ちゃんはちょっと精神的にそういう意味で言うとダメージ受けやすいっていうね。で、第3話、ラ・カパリシア。読めない。読めません。第3話です。ドロワ実行委員会からのお知らせです。です。特別レッスンの日程を掲示板に貼っておくので、参加希望者はチェックをお願いします。わあ、助かる。私、ドロワ初参加だからさ。ねえ、千代ちゃんもレッスン受ける？待ってね、千代ちゃん。私は。千代は必要ないでしょ。この前こっそり見ちゃったもん。アルダン先輩との個人レッスン。すごい様になってたじゃん。ありがとう。でも、うん、私は普通に踊れるだけで、このままじゃマックイーンさんたちを上回れるわけない。私のダンスは基礎を中心としていて、あの二人のダンスは見たことがないアレンジまで入っていて、ステップも指先も顔の表情も、見ている側が息を飲むくらい熱量に溢れていて、うん、でもただリアルの場合はね、だからといっていきなり応用とか言ってもね、基礎がおぼつぎに、まあ、いまいちなのに、いきなり応用とか言ったらちぐはぐな感じになって結局ダメになるから、この辺難しいの。時間がないから、でも基礎だけだとでも勝てないっていうジレンマになるんだろうね。普通の私が勝てる要素って何？私が勝つためには、誰にも負けない、特別に、このままの私じゃダメ。
マックイーンさんたちに比べて素の魅力が圧倒的に足りなすぎる。素の魅力、まずは差を埋めなきゃ。普通と特別の差を、同じ土俵に立つんだ。例えば私のソロパートでマルゼンさんのソロを。もっと重心ぶれちゃったね、今の回転も。私が踊れたならきっと特別に近づける。はいはい、それじゃね、ターボって。あら、千代のおさんもこの時間にお帰りですか。俺でもね、姉ちゃんに今の気持ちを言ったら姉ちゃんもやっぱシンパシー感じるんじゃないかな。ね、その普通じゃ勝てないっていうのも。はい、スタジオで少々自主練してて。おお、でも無理は禁物ですよ。お相手のアルダンさんも心配されてるんじゃないですか。あ、アルダンさんにはバレないようにしてるので平気です。だってチポカン。だって何、私が頑張ればなんとかなるような問題なので。ではおやすみなさい。ちょっとやばい展開だよね。メイちゃん気づいた？これやばいよ。この私が頑張ればなんとかなるような問題、これはもうね、名フォロワーの姉ちゃんさんの出番でしょう。大丈夫かね。大丈夫じゃないと思いますね。あの二人に勝つならもっとマルゼンさんみたいに。でもこれマルゼンさんみたいに、マルゼンさんみたいにってこうなんか見えなくなってるっていうのもね、自分が。アルダンさん、今回のドロワにはご出席されるのね。ペアのこと練習を重ねていると耳に挟んだけれど、私あなたのダンスのファンなの。あなたならどんな子が相手でもベストデート賞間違いなしだと思うわ。ええ、私も目指せると思っています。千代の王さんとなら。ちょっとお嬢様風のセリフってこと、今のお友達も。でもどうなんだろうね、この実はアルダン、どっちだろうね。アルダンは気づいていないのか、まあ実は気づいてるんだけどっていうことなのか、ちょっと練習、こっそり練習をどう考えてるかだよね。ただまあちょっと千代の王が悩んでることには気づいてそうな気はするけど。誰かじゃなくてあの子だからこそ。誰でもいいとか誰かじゃなくてね、千代の王だからこそってことね。本番まで日も近くなりましたし、これからは慣れるためにも衣装を着て踊りましょうか。そうですね、本番を意識して。あのアルダンさん、まず私のソロパートを見ていただけませんか。ベストデートを取るために秘策を用意したんです。私にいい考えがあるってだいたい失敗するんだよね、この秘策とかね。ソロパートをですか。構いませんけれども。きっとアルダンさんも驚いてくれると思います。これならきっと特別な私を見せられるはずですから。アルダンどう反応する、心配だよねこれ。絶対うまくいかねえ流れじゃんこれ。最後にこう回って。あら、この表情、この表情、この表情。できた、できた、できた。これなら私にも特別が。でも表情がね、曇ってますよ。それはって。それはどうでしょう、アルダンさん。私、この墓にもソロパート用のダンスを練習していて。なるほど。ですが、そろそろ二人で踊るパートの練習を始めませんか。おや、そうですね、わかりました。では二人の練習に戻りましょう。MMD とかちょっとうまくいかないね。なんか二人の踊りだとうまくいかないってやつ。ちなみに今の手と手とここをね、 3D でこうやるのがめちゃくちゃの MMD とかだとこうめちゃくちゃ難しいから、まああのね、まあ、そういうモーションキャプチャーのやってるからこんなの楽なんかもしれないけど、とはいえ実際この手と手を重ねるのって
そういうのだと機械でトレースじゃなくて多分ちょっとずれたりするから多分手修正とか多分入れてると思うんだよね。この辺のねちょっとしたずれとかがあるから貫通するといけないからね。ちょっと手が下とか上に行っちゃうと多分そういうのでこの辺のちょっとしたモーションでも大変な手修正入ってんじゃないかなって思えてしまう。だからたったこれだけだけどすげえなんかだな何時間も多分かけて修正してんじゃないかなって気がする。どうかなさいましたか。そのペアダンスのリズムがおかしい気がして前と比べて遅くなっているような。一人でやりすぎて。いいえ変わっておりません。前のリズムのままですよ。自分のソロパートのリズムがおかしのせいってことかなこれ。そうでしたか。ごめんなさい。ではもう一度。千代のうさん足の運びが早いかと。あらあら。なんでだろう。前と同じように踊っているはずなのに息が合わない。どうしたらいい。そうだマルゼンさんならそしてまたマルゼンさんこの後アルダンさんをリードして。ああで余計うまくいかなって足踏んじゃうじゃないけどあれかな。失礼。あリードをいただきます。ここでアルダンが出てくるのね。うまいこと。え、アルダンさん、待ってください。私がリードを。いいえ、譲りません。先頭は譲りません。じゃなけど、まあリードは譲ります。やだ。これはマルゼンさんのダンスにならない。これじゃ普通の私に逆戻りして。それはマルゼンさんの踊りであってあなたの踊りではないでしょうってことかな。これは。千代の王さん、足は平気ですか。痛みなどはありませんか。大丈夫です。ごめんなさい。バランス崩しちゃって。いえこちらこそ申し訳ございません。リードしていた側なのにあなたを。今日の練習はおしまいにしましょう。念のため保健室にも寄ってください。続きの練習はまた明日以降に。なんか余計曇りそうだねこれ。あ、で終わりかここで。全8話だったよね。ってことはちょうど半分だからこの第4話で1回終わるのが一番良さそうだね。ということで、第4話、ということで、これはそろそろ姉ちゃん来るのかな。カイザーワルツ。会長のカイザーにかけてのことかな。でこの辺で姉ちゃんもフォローし始めるってことかね、この辺で。じゃあ、ラスト。半分ということだね。あの日。アルダンさんと練習したとき、まるで私を引き止めるようなアルダンさんのリードに、私は抗っちゃったね。わざとバランスを崩してしまった。やっちゃいましたね。ごめんなさい、アルダンさん。私、ちゃんと踊れるようになりますから。でもあの時の行為だけは許してください。怖かったんです。あれ以上続けていたら私は。せっかくつかみかけていた特別が私の体から剥がれてしまいそうで。それマルゼンのダンスのコピー。まあ、来た。帝王、さすが帝王。そこでマルゼンのコピーってね。そう、そこが問題。マルゼンのコピーをしてもダメなんだよね。千代の王のダンスをしないといけないよっていうね。こ
ここで気づけるかってことことかな。ねえねえ、僕もスタジオ使ってもいい？いいよね。最終調整したくってさ。はい。じゃなくて、どうしてわかったんです？私がマルゼンさんのダンスを真似してると。だって会長のダンスは全部チェックしてるもん。だからドロワでも会長みたいに超輝いてみせるんだ。こんな感じに。そう話しながら踊るテイオーさんのダンスは、あの日のルドルフさんのダンスと違う。でも違うでしょ。テイオーはテイオー、ダンスと違う。なんですかその振り付け。ルドルフさんのものと全然違うじゃないですか。だってルドルフは会長は会長だしって、僕と全然違うからねとか、なんかそんな感じかな。うん、僕らしい振り付けでしょ。だよね、振り付け。うん。ごめんなさい、会長さんみたいにとおっしゃっていたので、てっきり同じ振り付けをされるのかと。唖然としてる。そんなのするわけないじゃん。僕は皇帝を超える帝王様だぞ。うん、ね、皇帝超えないといけないからね。それに会長のモノマネが完璧にできたって意味ないよ。会長本人がドロワに出たならマネじゃ勝てないでしょ。コピーが対抗できるのは引き分けまで。勝つには誰でもない僕自身で勝負しないとね。千代の王も負けたくないんじゃないの。もしマルゼンがドロワに参加してきたとしても。ピコーン、気づいた？千代の王、ここで気づけましたか。だって君もベストデートを目指してるんでしょ。コピーが対抗できるのは引き分けまで。まあそうなんだっけ、贋作違うな、あれかな、うん、恋物語かなんか忘れた。どのパートだったっけな、化け物語シリーズの あれだっけね。あの話は、偽物は本物に近づくための努力をしているから、本物より偽物が劣っているとは限らない。もしかすると偽物の方が価値があるんじゃないかみたいなことを言ってたのがあって、違ったっけな。なんかうろ覚えなんだよね。実は読んでないんだよね、その辺までは。途中までしか読んでないから、そこまでたどり着いてません、私は原作。でも普通の私にとっては、うん、真似だとしても今は特別が欲しくて。千代の王も負けたくないんじゃないの。もしマルゼンがドロワに参加してきたとしても。また悩み始めるのか、ここで。でスタジオでの練習で、うん、千代の王さんと息が合わなかった理由、原因は分かっている。ダンスは二人で踊るものなのに、あの日の私たちは一度も目が合わなかった。隠れて自主練をしていたことも分かっていた。分かってたのか。私に余計な不安を与えまいと。うん。そちらばかり見ないでか。そちらばかり見ないで。マルゼンさんで嫉妬ですか。お、そして姉ちゃんもさんも曇り始めた。アルダンさん、よかったら一杯どうでしょう。コーヒー、これ。ため息には温かい飲み物が最適らしいですよ。セブンコーヒーか、ちょっとどのコーヒーか分かんないけど、色的に詳しい人は分かんのかね、どのコンビニのやつかなって。それともスタバ？分かんないです。飲まないからね、普段。ネイチャさん、お気遣いありがとうございます。あまり一緒には練習をしないんですか。そのこの前千代の王さんが一人で練習していて。それで気にかけてくださったんですね。恐れ入ります。
実を申せば、私たちが二人で練習できる時間は限られておりまして、私の足が弱いせいでダンスの練習ですら続けると熱を帯びてしまうから、その制約の上で私たちはデートになりました。ね、あ、まあダンスの練習ですらちょっとセーブしないとできませんね。そのせいもあるのでしょうね。彼女との間に歪みができてしまったのは。そこはそこでずれてるね。そっち練習が少ないじゃないよね。でも実際ずれてる。アルダンはアルダンでちょっとずれてるのか。じゃあそこが。歪みですか。まあそれでも引き下がろうなどとは考えもしていないのですが、どんなに関係が悪化しても一度突き立てたくさびを抜く時期ではない、うん、私も何より彼女もまだ諦めてはいないはずですから。どうしよう。諦めてはないけど悩みまくり。もし桜千代の王さん、今日の午後お時間はございますでしょうか。私あなたにお話ししたいことがございまして。なんだろうマックイーンは。え、終わりちょっとここで終わりか。ちょっと気になるところで終わってくれるね。でもちょっとここで行っちゃうとちょっと長、あとあと長すぎちゃうから、とはいえ、第5話にあるんだけど、ちょっとすごくマックイーンがどういうことをするのか気になるし、ネイチャーがどういうふうに、私はここでね、いろんなところでネイチャーがやっぱりフォロワーとして出てくるんじゃないかなと、いろいろフォローしてくれるんじゃないかなと思ってるし。だからこの辺のね、つながりで、で、千代の王がどういうふうになって、まあ、立ち直っていくのかっていうのがすごく気になるんですが、いいところだけど、ここで一旦終わりたいと思います。ということで、第4話までということで、全8話のはずなので、まあ、ここでちょうど折り返し点ということで終わりたいと思います。ということで、はい、また続きはまた今度。バイバーイ。